それでは今回は世界最先端の戦略がわかるアマゾン、成毛さんの方について解説したいと思います。アマゾンといえばもう経営の革命です。世界一の企業です。トヨタの8倍の利益があるって言われてます。1995年から営業を開始して、株価は上場から1252倍になってます。10万円買っていたら 1.2 億円になるぐらいまで成長している会社です。アマゾンっていうのは実はオンラインの書籍販売からスタートしました。歌い文句は地球上で最も豊富な品揃えと、今や日用品やネットでは展開が難しいとされてきた生鮮食品すら扱ってます。しかもその安さで他社を圧倒しており、多くの品物が注文した翌日には届きます。ではどのような仕組みでこれが継続できているのか。アマゾンっていうのは実は徹底した秘密主義です。アップルのように新商品の発表とかメディアではしないです。外部からなかなか全貌がつかめないんですよね。でも投資家から多くの支持を得ており、時価総額ではトップのアップルに迫る勢いです。この本はアマゾンの全貌が全て分かるような本になってます。ぜひ解説を聞いていただければと思います。この本で僕が主に伝えたいことは3つあります。1つ目がアマゾンの圧倒的な品揃え、そして安く早くの秘密についてです。マーケットプレイスとか FBA、CCC についてしっかりと解説します。2つ目が実はアマゾンって企業向けのサービスがめちゃめちゃ強いんですよ。クラウド事業のアマゾンについて解説します。3つ目がアマゾンは今後どこに向かうのか、アマゾンの今後の戦略について解説したいと思います。まず最初、圧倒的な品揃え、安く早くと、最初は本からスタートしたアマゾンです。今では世界中のあらゆる商品を扱うことになってます。ニッチなところから始めてここまで広げていった秘訣っていうのを解説したいと思います。アマゾンが掲げる使命っていうのは、地球上で最もお客様を大切にしている企業です。常に最安値で早く顧客に商品を提供しようとしています。アマゾンの創業者はジェフ・ベゾスです。彼っていうのはホーブス世界長者番付で1位になっていて、資産は11兆円持ってます。史上最大の額って言われています。では最初に同社の事業のルーツである売上の半分を占める小売事業について解説したいと思います。アマゾンのネット通販のポイントっていうのは大量の品揃え、そして安いってこと、そして手続きのシンプルさです。大量の品揃えは言うまでもないと思うんですけど、それを支えているのは自社の直販のほか、アマゾン以外の外部事業者が出品できるマーケットプレイスというサービスです。ビジネスをやっている方は使っている方も多いと思います。いわゆるネット上の商店街と捉えてください。他の会社と違うのは、消費者が他の出品者の商品もアマゾンの直販の商品と同じフォーマットで購入できる点です。他のネットの商店街、ネットショップっていうのは多くの場合、消費者は商品の代金を出品業者それぞれに直接支払うケースが多いです。これに対してアマゾンっていうのは支払いを一元管理してます。そのため消費者っていうのはクレジットカード番号などを各出品業者に知らせることなく、安心して買い物ができるような仕組みです。ではなぜマーケットプレイスに多くの外部の企業が出店するのか。それがフルフィルメントバイアマゾン、略して FBA と呼ばれるものです。使ってる方も多いと思います。どういったものかっていうと、商品の保管から注文処理、出荷、決済、配送、返品対応までアマゾンがまとめて代行してくれるサービスです。店舗や自社の EC サイトがなくてもアマゾンの倉庫に預けるだけで、あとはアマゾンが自社商品を売ってくれるという仕組みです。自社製品をアマゾンに送ればもうほぼ何もしなくていいってものです。ベンチャー企業では用意できないような倉庫とか在庫管理とか決済とか配送、カスタマーサービスなどアマゾンが代行してやってくれるってことです。これによって桁違いの品揃えを実現しています。アマゾンっていうのはインフラを提供してるんですよね。商品の数っていうのは世界で2億品目を超えるって言われてます。一つの倉庫から毎日160万個もの商品を出荷できてます。今日買って明日届く素晴らしいサービスを実現しているのがこの FBA ってものです。アマゾンは常に最安値で迅速に顧客に商品を提供するために巨額の投資をしてます。じゃあなんでこんな巨額の投資ができるのか。その鍵を握っているのがキャッシュコンバージョンサイクルです。いわゆる CCC って呼ばれるものです。 CCC っていうのは何かっていうと、仕入れた商品を販売して何日間で現金化されるのかを示したものです。小売業界の一般的な CCC は10日から12日程度って言われてます。通常この間の運転資金っていうのは
銀行からの借り入れなどで用意しなければならないです。それに対してアマゾンの場合びっくりすると思うんですけど、この CCC がマイナス30日前後で推移してるんですよ。言ってみれば倉庫にある商品が販売される30日前にすでに現金になってるんです。これ不思議だって思いますよね。そのからくりっていうのは非公開のため推測するしかないんですけど、間違いなくこれです。外部事業者の出店をサポートするマーケットプレイスの影響です。マーケットプレイスでは消費者からの支払いをアマゾンが一括して受けて、売上から手数料数パーセント差し引いて数週間後に出品者に支払っています。この期間っていうのはアマゾンにとって無利子で運用可能な資金が調達できたに等しいです。ここで生じたキャッシュを投資に回すことができるってことです。この場合アマゾンは仕入れてないんですよね。 FBA ってものっていうのは手数料ビジネスなんですよ。販売代行だから仕入れ代がかかってないことによってマイナス30日っていう数字が実現できているってことです。続いてクラウドの事業のアマゾンについてです。アマゾンっていうのは実は一番稼いでるのがクラウド事業です。営業利益の4300億円を稼いでるって言われてます。 AWS ってものです。アマゾンウェブサービスの略です。これは巨大なサーバーを用意して、その中のシステム、例えば高度なデータ解析とか AI を活用したサービスをオンラインで他企業に提供するサービスです。これを利用することで各企業っていうのはわざわざ自社内にサーバーを置く必要がないんですよ。低コストで高性能なシステムが使えるようになるってことです。企業っていうのは今まで大金かけて開発をしていましたサーバーを、でも今後っていうのは自社で持つ必要がなくなったって話です。一方アマゾンっていうのはスケールメリットを活かせます。例えば日本企業っていうのは朝8時から夜5時までパソコンを使うけど深夜は使わないじゃないですか。同じ規模のアメリカ企業がその時間帯にパソコンを使えば利用コストは半分になるってことです。これを世界中の企業で行っているのがアマゾンのクラウド事業です。現在ではマイクロソフトや IBM といった老舗の IT 企業を差し置いて世界で最大のクラウド企業となったのがアマゾンです。売上高ではアマゾン全体の1割なんですけど、利益率が高いことによって会社全体の儲けの半分以上を叩き出しているってことです。ではなんでアマゾンが選ばれるのか。 AWS においても豊富な品揃えと常に最安値で迅速に顧客に商品を提供するという原則が貫かれているからです。 AWS の場合申し込んでから15分で数千台もサーバーを利用する体制が整います。提供されるサービスっていうのは人事のシステムからデータ分析、画像解析、農業用のプログラムまで2016年時点で1000種類を超えています。しかも毎年機能強化や新サービスを驚くべき価格へ打ち出しています。価格についてもサービス開始から10年間でなんと60回以上値下げしています。もうライバルは太刀打ちできないような状態になっているって話です。では続いてアマゾンはどこへ向かうのか、次の戦略について解説したいと思います。アマゾンの投資で考えるべきことっていうのは巨額のキャッシュがあることです。そのキャッシュがあることによって失敗を許容できてます。一つが M&A です。買収した企業としては靴のオンラインストア、ザッポスが有名です。2017年には高級スーパーのホールフーズを1兆円で購入してます。オーガニック食品を扱う成城石井とか伊勢丹に近いイメージです。もう一つの特徴っていうのは新しい業界への参入が早く、また撤退もそれに劣らず早いってことです。2014年にはアメリカでスマートフォン事業に進出して翌年には撤退してます。このように新事業を次々と立ち上げて失敗を許容できるのは巨額のキャッシュがあるからです。続いて3つ目が物流です。アメリカの物流っていうのはフェデックスと OPS が2大巨頭です。アマゾンっていうのは商品輸送用に4000台以上の大型トレーラーを購入しました。アマゾンの物流への取り組みも本気です。今後は自社サービスだけじゃなく配送業もやっていこうとしているんじゃないかなと思います。そして4つ目、アメリカでは食品スーパーを今後10年間で最大2000店舗出店する計画があります。店舗名はアマゾンフレッシュです。生鮮品や日用品などのネット通販と同じ名称です。5つ目が金融です。日本でも法人向けの新しい形態の融資サービス、アマゾンレンディングっていうのは2014年から始まっています。金融に対する取り組みも本格化しています。そして6つ目がアマゾン GO です。無人店舗のコンビニです。レジがないです。店内のセンサーカメラを使って商品を人工知能が認識してアプリと連動してゲートを出ればアマゾンのアカウントから支払いされるってことです。マイクを多数設置して客の声や動きのデータを集めて店舗の陳列改善をすると、これすごいテクノロジーですよね。もうコンビニもどんどん人がいなくなって、このアマゾンのすごいテクノロジー IT を企業に売っていくっていうのをすぐ想像できるんじゃないかなと思います。7つ目がアマゾンの商品っていうのはドローンで配達するかもって話です。すでにアマゾンはドローンの基地を空に作ることを計画して特許も出願しているそうです。今後アマゾンの商品っていうのは空からやってくる日も近いんじゃないかなと思います。
僕がアマゾンで印象に残っているエピソードがあります。1997年上場して2001年記者の前でベゾスが発表した言葉です。あと5年ずっと赤字ですと。アマゾンっていうのは未来に投資してるんですよね。そこで語っていたのがお客様増えていると、リピーターも増えていると、満足度も高いと、赤字でもいいんだと、常にアマゾンっていうのは成長とビジョンを求めていると、利益ではないんだと、地球上で最もお客様を大切にする企業であるためにひたすら未来に投資をすると、今後のビジネスっていうのはアマゾンを抜きにして語ることはできないんじゃないかなと思います。皆さんもぜひアマゾンから目を離してはいけないです。ビジネスマンの方、アマゾンが今後どこに向かっていくのかしっかりと見ていくことが大事だと思います。それではまとめいきたいと思います。一つ目がアマゾンの徹底的な品揃え、早く安くの秘密についてです。マーケットプレイス、 FBA、 CCC、 こういうのはしっかりと理解してください。そして二つ目がクラウド事業のアマゾンについてです。アマゾンっていうのは企業向けのサービスがめちゃめちゃ強いって話です。クラウドに関してはマイクロソフトとか IBM といった老舗の IT 企業を差し置いて世界で最大のクラウド企業となったのがアマゾンです。クラウド事業においても圧倒的な品揃え、安さ速さっていうように地球上で最もお客様を大切にする企業っていう理念を貫いている結果です。そして最後がアマゾンはどこに向かうのか、一つが M&A、 そして新しい事業への参入が早く、また撤退もそれに劣らず早いっていう点、また物流、そしてスーパー、そして金融、そしてアマゾン GO っていう無人店舗のコンビニ、またドローンで配達をするっていう流れ、アマゾンっていうのはいろんなものに挑戦していると、利益を求めるよりも成長とビジョンを求めている、アマゾンが今後どこへ向かおうとしているのか、それっていうの僕も楽しみですし、皆さんもぜひね楽しんでね、アマゾンがどういう風になっていくのか、今後の戦略とかをねしっかり見ていくっていうのはビジネスマンにとってすごい勉強になると思います。この動画見ていただいて感想とか気づき、コメントあればメッセージお願いします。チャンネル登録、評価ボタンクリックいただければ励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。たくさん本を出版しておりますので、ぜひ Amazon の書籍ページもご覧いただければと思います。また LINE アットではセミナー情報、無料で有料動画のプレゼントなどをしておりますので、ぜひご登録お願いします。チャンネル登録、評価ボタンのクリックをぜひお願いします。